皆さんこんにちは、速稼塾の久保です。マスターマインドにようこそ。今日もマスターマインドをお届けします。前回合宿でお届けできなかった、私のですね、7個のブレインバスタープログラム、まあ7個だけではなくてもう無数にあるんですけども、あの合宿でお伝えした7つですね、こちらの方を改めてお届けしますので、今日からですね7日間聞いていただければと思います。はい、でそれぞれ感じたことを今日はアウトプットをしてください。感じたままに感じたことをアウトプットしていただいて、できそうなことを、2点目にですね、コメントいただければと思います。このアウトプットが非常に大事ですからね。感じたことをすぐにアウトプットして、聞いたことをインプットしたことは即座にアウトプットです。この頻度が高ければ高いほど、要するにインプットとアウトプットの間隔が少なければ少ないほど、キャッシュイン、要するに稼ぎのチャンスが増えてくるということです。セミナーに参加したら自分も同じセミナーをやるという、こういう感じですよね。で、自己アフィリを学んだら自己アフィリをすぐにやるという、こんな感じでございます。はい、ではまず第1個目ですね。三方よしの精神というお話をしましたけども、これはもうお分かりでしょう。もうピンときたと思うんですけども、三方よしではもう遅いんですよね。四方よし、五方よし、六方よしっていうものを考えながらやっていかなければ、我々が三方よしをやったその結果どうなったかというと、次の世代にものすごい負担がかかってるわけですよ。ものすごい負担がかかってる。昔は近江商人の頃は三方よしでよかったんですよ。三方よしでよかったんですけども、我々は今莫大なお金を借りながら社会を運営しているということを忘れてはならないんですよね。そして借りたお金は次の世代が払うという、自動的に払うようなベルトコンベアシステムができているんです。直接我々の子供がお金を返すところを見ないんで何とも思わないかもしれませんけども、確実に我々の、まあ、子供とか次の世代がですね、もう本当にね、自分が作ったわけでもない借金、旧世代が稼ぎきれなかった大赤字を、青春を犠牲にしてこれから埋めていく人生が始まるわけですよ。そして老後の蓄えも当然ないと、社会保障もないと。我々は一部預かれるかもしれませんが、次の世代は 100% ありません。いや、国そのものがないかもしれませんね。これは本当に国そのものがないかもしれません。ゼロ金利からマイナス金利に入ったわけですよ。どうですか、お金を貸す方がお金を、利息を払わなくちゃいけないって、こんな事態が起きて、マイナンバーが始まって、これから預金封鎖の予兆も聞かれております。で、預金封鎖、そしてマイナンバーっていうのが進めば進むほど、暗号通貨なるものに我々は頼らざるを得なくなってくる。しかし暗号通貨の知識があまりにもなさすぎる。次の世代に伝えてあげれるものはもちろんないと。お金のことも伝えてあげられないし、もうこの社会のこともですね、維持してあげられないと。我々は三方よしをやりすぎて四方目を忘れていったということなんですよね。これから我々がビジネスをしなければならない、稼がなければならない理由の、一つがここなんですよ。自分の暮らし、自分の生活を、まあ、逆転する、脱却する、お金の心配なくすもあるんですけども、次の世代のお金の心配もなくしてあげないといけない。ひいては周りの人の次の世代の心配もしてあげないといけないという五方よし六方よしになっていくわけですよね。では我々はインプットした方法をなぜアウトプットしないのかと。自己アフィリエイトなんて何年も前から知ってるのに、これを何人の人にお伝えてあげましたかっていうところなんですよね。そしてそこからアフィリエイト、もしくはインターネットのビジネスというもの、広告収入型、コンテンツビジネス型というものをなぜ伝えていかないのかということなんですよ。それはもう三方よしのやっぱり名残があるのかなと思います。もうまず自分が良ければいい、これはもう当然なんですけども、すぐに本当にいい話はすぐに人に伝えた方がいいかと思います。これが三方よしから四方よしの精神という私の、マスターマインドでございます。では、次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。